しまった。定時連絡の時間を寝過ごした。赤坂様、外線からお電話が入っておりますが、おつなぎしてもよろしいでしょうか。ご同僚の加納様と申されております。すみません、つないでください。かしこまりました。おつなぎしますので、一度受話器を置いてお待ちください。はい、もしもし、赤坂です。赤坂君、可能です。お疲れ様。定時連絡がなかったので、こちらからかけました。そちらの状況はどう？今日は、雛見沢村へ実刀に行きました。観光客を装うことで、村長以下の何人かの主同盟の要人との接触に成功。何も聞き出すには至りませんでしたが、好印象を得て、明日以降へのつなぎを作ることができました。そう。なかなか手際がいいね。赤坂君のどこか初々しい感じが、むしろ武器になったのかもしれないね。まずは、上守備ってところかな。比較するほど経験がないので、上守備かはわかりませんが。とりあえず、今日のところは順調だと思います。県警での情報や、地元警察の公安での情報と照らしてどう？鬼ヶ淵四種同盟は白っぽい？まだ調査中ですので、なんとも。そう。なるべく早めにね。分かってると思うけど、今夜が終われば誘拐から丸4日が経過する。いつが時間切れという明白な区切りはないけど、時間の経過は確実に我々の状況を不利にしていく。それは分かってるよね。ええ、分かっています。迅速に、だけれど細心の注意で調査を続けます。うん、くれぐれも気をつけてね。相手は暴力主義団体なんだから、油断すれば危険もありえるからね。危険が迫ったらすぐに連絡を。その場合は、地元公安に応援体制を入れられるようにするからね。ありがとうございます。頑張ります。他に、赤坂君の方から連絡はある？そちらの調査の進展は、どうですか？うん。こっちもみんな頑張ってるけど、なかなかはかどらないよ。何しろ、調べる団体が星の数だからね。だから、君の方の団体も、白だと分かったらすぐに帰郷して、他の職員の応援に入ってもらいたいんだよ。室長は、鬼ヶ淵も洗っとけって言ってるけど、
鬼ヶ淵なんかの反ダム住民団体なんかは、今回の件、全く無縁だと思ってるからね。職員一人を一団体調べさせるためだけに出張させるのは、すごく痛いよ、ほんと。なるべく早めにケリをつけるようにします。うん、よろしくね。じゃあ他に何もなければ切るよ。はい、特にありません。もしもし。これはびっくりしました。赤坂さん、あなた受話器取るの早いですね。警官辞めても大企業の営業で十分飯が食えますよ。まだ警官辞めた後のことなんか考えたこともありません。そこまで過剰に反応されると面白いな。しかしいけないな、因果な商売ですし、今から考えても遅くないですよ。遠慮いたしますので、本題に入ってください。大石さん。そうですか、それは残念です。じゃあ老後の話は次の機会にでも。では本題。こっち、ちょっと迷いましたが、北口からの方が遠回りだけど道は分かりやすかったかもしれませんね。いえ、遅れて申し訳ありませんでした。夕飯はもう食べちゃいました？ええ、済ませてあります。じゃあお酒の飲めるお店に行きましょうか。洋酒派？日本酒派？女の子のいる店といない店はどっちがいいですかね？お構いなく。勤務中は飲みませんので。ねえ、初々しい人でしょ。その分ちょっぴりサービスしてあげてくださいよ。あのお金は全部彼のお財布から出てるんですからね。おい坊主、お前旦那にいくら渡した？だいぶ途中でつまみ食いされてんだろ。
大石氏への仲介手数料も含めていますから、それも含んだ上です。だから言ったでしょ、真面目な人なんです。でもね、赤坂さん、私たちのような職種の人間は豊富な社会経験がとても武器になるんですよ。女の子がいてお酒が飲めるお店での経験がどう武器になるか疑問です。坂さんはいちいち察しがいいなよっ。さすが高学歴。大石さん、あなたどこかで飲んできましたね。酔っ払ってます。オフタイムに飲んで何が悪いんですか。あなたは勤務中でも私は往復。安心してください、怪しい店じゃありませんよ。いらっしゃい。あら、大石さん、お久しぶり。こっち入ります？すぐ開きますよ。いいえ、今日はセットですからいいです。お、待たせましたね。遅いぞクラウド。俺はもう帰ろうと思ってたんだから。彼は赤坂さん、東京からはるばる出張されてきた将来有望な新人さんです。坊主、お前麻雀はできんのか。まあ学生時代にそこそこに。緊張
長続きの出張で疲れておいでだろうと思いましてね。一つ今夜は心の洗濯でもして差し上げましょうかと思いまして。今更野暮なことを聞きますが、私たち警察官ですよね。まあそれはいい子なしで。なに、実際にはかけるわけじゃありませんよ。この後いいお店に遊びに行くときに誰が全員分を払うのか決めるだけですって。遊びに行く？どんな店に遊びに行くんですか？私のお金は先日大石さんに根こそぎ預けて、支払いは不可能ですし、仕事の都合があるので長居はできないのですが。じゃあ坊主が勝てばいいじゃねえかよ。おめえが勝ったらこの雀荘の支払いはなしで、クラウドに仕事の話でも何でもすればいい。わかりました。では少しだけお付き合いします。私が勝ったらアフターの遊びは一切なしで、すぐに仕事の話に入ってもらいますからね。いいですとも。俺が買ったらフラワーのブルーマーメイドに直行だからね。おやっさんも好きだな。私はもちろん馴染みの店をはしごしまくりですよ。あっけみちゃん。佐藤さんはどうします？私は静かに飲めるお店でいいですよ。静かにバニーさんとでしょ。この間飲みに行った時、あとバニーさんの尻尾を引っ込めちゃったでしょ。あれ結局弁償だった。マスターに法政代とか言われて一本ドンペリ開けられたな。そんじゃこれでリーチッと。クラウドのリーチなんざどうせこの辺だろ。おへ
辺なら通るだろ。それ。どうした坊主、サクッと切らねえかよ。よくわからなかったらクラウドと同じもんを切ってりゃ安全だぞ。これは通りますか？おいおい、あぶねパイだぞ。クラウド、通るのか？いいいい、通りますよ。ちょっと見せてみ。なんじゃこりゃ。この辺りで張っとるだろ。どうして切った？マンズの高い辺りが急に高騰しましたので抑えました。大石さんのリーチに対して安全性が高まったのにです。筋で捌けば無難なのにわざわざ抑えた方がいる。おう、クラウドの天敗など鼻から論外っていうわけか。相当高度な引っ掛けでなければ私の宝珠を期待したぬるめの手かと。それよりも生で張ったあなたの方がとりあえずは問題でした。
いつ転廃したのに気づいた？この辺りですか。ノンタイムで4連続で切ってますよね。初めは食い替えかと思いましたが、私をチラチラ見ていたので期待しているんだと気づきました。赤坂さん、あんた麻雀始めてどのくらい？高校から大学くらいまでの間しかやっていませんよ。さあ続けましょう。佐藤さんは転廃しなかったから流れて、次は私ですね。おや、大石さん、想像が濃すいですね。回しますか。この坊主、クラウド降りるな。あと3つ、いい牌が来ればな。佐藤さんはうまくいきそうです。なんで引きずり下ろすか。チーだ。チーですか。じゃあすみません、それポンです。坊主、おめえ離れしとるな。まさか、私が生まれる前から打ってるような方々とは比べようもないですよ。あ、それです。トイトイ赤赤ドラさん、親ですからね、ちょっぴり高いですよ。くわっ。ハッ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 。マンズのリャンウーパーが笑ってませんか。くしょう。オーズてめえ、クラウド、お前差し込め。オーズの親、とっとと降ろすぞ。悔しいですが、どうやらそうした方が賢明なようですね。ドライチ、すみませんね、頭っぱらです。ふむふむ、頭っぱねだ、小僧のくせに。小僧、小僧が相手だとバカバカしくて手を緩むってわけですか。じゃああんた、その小僧以下ってわけですね。面白いなあ。あんたら連中が決まって、小僧が坊主だっていう。
あ、赤坂君？赤坂君ですよね。なんでか、ムードが変わりまくりなんですがね。私をかもって今晩はいいお酒を飲むつもりだったんでしょうが、どうやら皆さんの当ては外れそうです。単品3色赤1ドライ1。いくらダマだからってこんなにぬるい三年なんだから読んでくれなくっちゃ。おい、クラウド、話がちげえぞ。初々しいカモがネギ剃ってきたって言ったのは誰だ。いや、誰でしょうね。おいさ、まずいよ。このままじゃ負けるよ、マジで。前がいいですね。もう一回ポンです。ポン。ボール。正気か？四つも晒したら、おめっぱいが一つだけじゃねえかよ。そうですね。知ってます？短期待ちって一番読まれにくいらしいですよ。バカかてめえ。ここまで染めて晒しといて今更出ると思うんじゃねえ。読めてますよ、若坂さん。それ、チーズでもチーズでもないんでしょ。四つポンした時点で問い問いは成立してますからね。あんた今、絶好の単独トップ。こいつはチーズと見せかけて問い問いで食おうという挑発手でしょ。そう思うなら、ビンズ切ってみます。大石さんの肺の左5つ。さっきから切り損ねてるピンズですよね。それを端から順に切ってみたらいいんじゃないですか。好きじゃないんですがね。アホ、ここまで舐められて今さら引けるか。知りませんよ。ではどうぞ。行くぞ坊主。リーチだ。オープンでいくぞ。ピン
ンズの一寸地町だ。坊主、分かってると思うが、オープンリーチに振り込んだら役満払いだぜ。言われるまでもありませんよ。1名だ。逃げ切れなくなることもあるんじゃねえのか。やっぱりそういうことか。おいおい、何やってんだ。すみません、ちょいくしゃみをした拍子に山を崩しちゃって。バップ払いですね。親だから4000オールですか、それともバップは積み棒に。やるな、坊主。役満払いをそういう手で防ぐとはな。大石様、そんな見え見えの積み込みは勘弁してください。これがババなら今ので卓をひっくり返してたところですよ。いや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 、すみませんすみません、あなたを侮っていましたよ。
なたどうしてどうしてお強いじゃないですか。正直に話さんかい。若い頃はだいぶ慣らしたんだろう。早稲田高田の馬場あたりでだいぶ遊ばせてもらいました。ちょっと勝ちまくりすぎて馴染みの店に出禁を食らいまして、今の家内にだいぶ怒られて足を洗ったんです。勝ちまくりすぎて？あんた当時はどのくらいの勝率でやってたの？メンツにもよりましたが、歌舞伎町あたりで打つときはほぼ負けなしでした。特に相手がアレ系の人のときは命かかってましたからね。なんだなんだ、クラウド、このタクは、お前どっからこんなプロ雀士みたいなの引っ張ってきたんだ。もうやめだやめ。ああもう坊主、おめえの勝ちだ。降参降参。ありがとうございます。光栄です。な、いやいや。しかし赤坂さん、あんた打つと性格変わるね。なんで就職なんかしたの？あんたならフリーで十分に飯食っていけるじゃない。プロ雀士には腕と月の両方が必要なんですよ。私には後者がありませんでしたか。月なんてその時の運不運だろ。あんたほどの腕があれば十分にいけると思うがな。波の月じゃダメなんですよ。関したら3回に1回くらいはそのままカンドラが4つ乗って、ここぞという時に狙ってリンシャンが引ける、このくらいじゃないと。赤坂君、そんなのが頻繁にできたらそれはもう超能力者ですよ。いえ、イカ様でも超能力でもなく、そのくらいの打ち手は結構いるんですよ。新宿で知り合った泣くたびにドラが乗りまくるジャージなんか鬼のように強かったですし、横浜で打ったプロなんかは当たり前のように一発で引き当ててましたからね。私にはああいう月がないんです。というわけで総合トップは私でよろしいですね。乾杯でございますよ。うん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 。負けた負けた。久しぶりに大負けだ。しかし打ってる時のポーズ気合入ってたな。結構怖かったぜ。よく言われます。自分ではそんなに目つき変えてるつもりはないんですがね。そんなに怖い目になってましたか？仕方ないや。約束です。
夜の学習会はこれでお開きにしましょう。申し訳ありませんね、おやすさん。今夜はこれでお開きです。しゃあねえな、消えて寝るわ。体力つけんと体が持たん。お仕事が大変なんですか？ああ、おやすさんは品見沢ダムの第一校区の監督さんなんです。住民とは連日小競り合いをしてますからね。しんどい商売ですよ。来年あたり第二校区も任されちまうかもしれねえな。黒田さん、血圧上がりまくりって聞いたしよ。身が持たねえや。おやっさんなら大丈夫でしょう。あなた、見た目よりも面の皮厚めですしね。俺だって仏じゃねえからな。腹渡にいくり返る時あるぞ。特にその先のあの小娘は我慢がならん。あいつの顔面、いつか簡単には治らんくらいに歪ませたろって思ってる。まあまあまあ、でも給料はいいんでしょ？かなり破格の給金だって聞きましたよ。おっとりめえだ。あんなに世知辛い職場で給料が安かったら誰も残らんよ。あ、クラウド、警察はいつになったら村の人間全部追っ払ってくれるんだ。国から立ち退き命令とか出てるんだろ。ねえ、どうなってるんでしょうね。じゃ、行きましょう。あとは佐藤さんに任せますかね。大石さんは帰られるんですか？私が一緒でもお邪魔しちゃうだけでしょ。それに佐藤さんの仕事を買ったのはあなたです。私は対価を払ってませんからね。じゃあ坊主、いや、ジャンシ様にもう坊主なんて言えねえな。赤坂君でよかったっけ？はい。じゃあ赤坂君、行こうか。では赤坂さん、また何か困ったことがあったらいつでも頼りに来てくださいね。大石さんにお支払いできるような対価はもう持ってませんよ。んじゃ、今度の勝負で少し手加減してもらえたらチャラにしますよ。左折法による尾行確認ですか？うん、詳しいな。
赤坂君が何者かは旦那から何も聞いてないんだが、やっぱり警察関係かい？尾行確認に詳しいなんて、あとは探偵者くらいしか思いつかねえね。言わなければならないものでないなら拒否したい質問ですね。やれやれ、麻雀やってからすっかり雰囲気が大人びちまったな。会った時のあのおどおどしたあんたはどこ行っちゃったんだよ。だから日南沢村については多少のことは聞いてんだろ。御三家という旧家による支配や、現在は園崎家が一党独裁をしているとか、そういう話ですか？そこまで知ってるならくだらない前置きは省略していいな。ではお願いします。犬飼大臣の孫の誘拐に鬼ヶ淵支主同盟が関与しているか否かを。昨夜園崎本家で親族会議が開かれたそうだ。親族会議ってのは旦那から聞いてるか？いえ。普通に親族会議って言ったら、まあ親戚が集まってお茶でも飲むようなもんだよな。だが園崎本家の親族会議っていうのはそんなのんびりしたものってわけが違う。
その会議で何が話されたんですか？マスコミ関係に支払ってる謝礼金の額が大きいんじゃないかい？石を投げるだけが全ての時代じゃないさ。マスコミの力も侮れないのは重々承知しているし、今後もその力を借りたいのは同じさ。どう思う、お嬢さん。去年、機関士の値上げの理解を得るのにも随分苦労したじゃない。一度だけってことで理解を得て、また今年もってわけにはいかないよ。ねえ、古手さん。そうですね。機関士代は特に貧しい家には大きな負担になっています。みんな自分たちの村のためだからと耐えていますが、これ以上の値上げはやめた方がいいでしょうね。
関紙の値上げもやむを得ません。だけどミオニちゃん、君だって分かってると思うけど、機関士の蓋が決して軽いものじゃない。ひなみ沢の全ての人間にかかる重みなんだ。あんまり負担をかけすぎれば内部から崩れることだって。内部から崩れるのは誰ですか？どれって別にそういう意味じゃ。最初に崩れるのは誰かと聞いています。君吉さん、機関士の値上げごときでは誰の決意も崩れませんよ。マスコミ関係への出費は継続とします。その出費がさらに圧迫となるようなら、機関士の値上げもやむを得ない。園崎家当主代行、園崎美音です。我が名において以上決定し、決定の効力は即日発行されるものとします。異議はこれを認めず、抵抗ある場合は実力をもって排除します。なんとも大時代的な親族会議ですね。あんたみたいな若いもんにはちょっと信じられないだろうけどね。こういう古い土地にはこんなのが未だ根強く残ってるもんさ。会議はそれで終わりですか？いや、まだ続く。先を続けるよ。
なんなこともあったものよの。どうしたんだい、お嬢さん。我らにとって土地が母なら、この度のダムの騒ぎは母の命を脅かされる騒ぎっていうことだろうな。ダムの親玉の大臣がの、孫さらわれちまって右往左往しとるっちゅう話だ。こんれでおあいこだの。バカな。どうして鬼ヶ淵四種同盟が知っているんだ。すみません、続きをお願いします。なあ、犬飼建設大臣のお孫さんがさらわれた。お嬢さん、そりゃ本当かい。我らの痛みは母を失う痛みじゃの。それに値するとは思わんが、孫を失う痛み。少しは答えるといいんじゃがの。まあ、だが土地と人様の子供ではわけが違う。隠すのはかまんが、怪我だけはさせたくないものやな。こりゃ何の罪もねえ。大事にしたれな。それはつまり鬼ヶ淵四種同盟が誘拐事件に関与しているということ。必ずしもそうとは言えないな。どうして？当主であるお寮がこれほどまではっきりと誘拐した孫の処遇について指示を出しているのに。兄さん、これはね、そのザキ家のいつものことなんだよ。いつものこと？それはどういう意味です？
ては親族会議に出席していた誰かが犯人ということですか。あるいはそもそも犯人なんかいない可能性だってあるな。お寮自身、その万座の一同の中に誘拐犯がいるって確信を持ってるわけじゃない。ただ自分の意見を述べただけさ。孫の誘拐についてお寮が述べたのはここまでだ。あんたの知りたかったことが含まれてりゃいいんだがな。あとは兄ちゃんの仕事だな。何のお仕事やってるか知らんけど、その崎家を相手にするなら相当の覚悟でやっとけよ。大石の旦那は怖いもの知らずだけどな、あれでも 2,3 回は襲われてる。最近は来てないけど、一時はオフの時も防塵ベストを着込んでたんだよな。ええ、忠告ありがとうございます。気をつけることにします。標準語が流暢だよな。兄さんは東京とかの人？それが何か。兄さんのお仕事だけどさ、ひょっとして警視庁の公安部の人ってことある？なんか、こっから旦那からもらった金の範囲には入らないんだが、兄さんとは今日卓を囲んだ仲間だからな。サービスってことで話してやるよ。お寮から誘拐の話が出た後、もう一つ話題が出たんだ。大臣の孫をさらったのは調べるために東京からはるばる公安の捜査官が派遣されてくるっちゅう話だ。公安の捜査官？大臣の孫の誘拐な、うかつにゃ大ごとにでぎゃんってことで警視庁の公安部が独自で調べとるっちゅう話だ。はっ、大行なこったの。
労した。イカちゃまは警視庁も知ってなさるんかい。えらいの。誰が来たのですか。公安のどんな奴が来やったんか。誰ぞ分かる奴はおらんかいな。新米の若造が一人と聞き及ぶ。ええ、はい。新米とか。ほかほかのふかふか。ええ。ほかほかのふかふか。イカちゃまはその男のことを何か知っているのかな。知んないのですよ。どうしますか。お母さん、はるばる日神座まで来よった。しばらくはのんびりさせてやるのもよかろう。泳がせろと。って話があったそうだ。まさかあんたその警視庁の新米じゃないよな。まさか。
もういいかい。よければ好きなところまで送るよ。あ、すみません。ではお会いした元の駅までお願いします。Thank you.